てリニューアルスーパードリームフェイスティングセブンイレブン2022年100年大会ヒットプロポーズもグラフィー157年47歳シェーンタイトルマッチでございます。はい。勝った選手が、勝った選手がこのベルトを、はい、もらうことができます。はい。タイトルマッチです。スーパーボディ級です。まあ、ケスケさん絶対無理やな。はい。すいません。ヘブリーもやってやがってますね。そうですね。さあ、ケスケボディジャパンのお招きさんと芸人チームぐらい。以上分だということになりますね。はい。お、カズマはトップバッター。お、これはベストブリージャパンの正規軍同士の戦い。はい。皆さん、はい、竹林選手、はい、久しぶりなんです。あ、そうですよね。そうなんです。実はあの、首に手をって言いましたね。はい。もう大丈夫ですからね。もう感じたそうです。大丈夫です。10ヶ月ぐらいということで、試合のあたりいや、あの、すごい難しいと思いますけども、はい、この間本当にトレーニングできたと思うので、はい、今日はすごい期待したいですよね。はい、抜け出しないように。お、中尾さんも警戒を持っていますけども、はい、何かそう、山田さんはですね、今までの人生のユニアルの王座のベルト、これを島谷選手に全部奪われたんですね。なくなってしまったんですけど、島谷のモチベーションがどうかということですね。やっぱりもうずっとエースとして上がってるわけですから、ほとんどのエースターですよね。それがやっぱ気持ちいいよ、お前やらなすぎるよ。はい、そうですね、エースから、エースから最後の高橋さんに来ましたね。どういう気持ちで久しぶりに出るのかっていうのがね。ああ、ここだ。ああ、ここだ。離さない。ああ、ここだ。
あ、これどういうとこ？これうまい。おお、これ練習してから動きますね。いろんな返し方でね、返してるんで、同じものでも。さあ、高橋頑張れ。さあ、ここで赤井崎。おお、赤井崎と、なぜ赤井？これは、ちょっと待ってください。はい。これ、そういえば、初対戦だと思いますよ。ね、そうですよね。あ、やばい、これは、あ、セイクラブだ。あら、出ちゃったね。あ、もう分かってるから、挑戦しながらいいですよ、ヤカンさん、それ。ほら、無理だって。これ、これ取れちゃうよ、小さいですからね、ヤカンさん。そんなにですか？こういうところだったら、こういう奥さんがやられてたんですよ。そうですよね。精神的なイメージだったのに、ヤカンさん、そう来てますよ、今。届け、ちょっと出てきてない。チェンジしよう。届け、俺のせいだから。お前かよ。せいだから。お前じゃダメだろ。ブルーさん、でも、赤井さんとヤカンさんって言ったら共通点。はい。トラミロ。二世。二世。はい。二世リスラー。そうです。二世だって、僕、二世の、二世の猪木が出てきてしまいました。もう一回。出ちゃいました。これは持たないぞ、ケイスケが。
返しますね。まだナイフ持っている。さあ、そして竹林が入ります。さあ、およそ10ヶ月ぶりの復帰、竹林さん。この2人は因縁のスタイルですからね。そうです、本当だからね。一緒に言っていましたね。そうです、本当に頑張ってきた竹林。さあ、ご自身来たかりですね、今日ね。
たいなのが出てるんですよね。さあ、ラリアントを隠して忘れて。さあ、おつまみ。さあ、おつまみ入るぞ。パー、なんで消すんだよ。